春代さんと三期生さんの山口春代さんとお出かけに行かせていただきましたよ。すっごく楽しかったです。本当にリアル脱出ゲームに行かせていただいて、なんかすごい行きたかったんだっておっしゃってて、なんか私あんまりその興味を持ったことがなかったんで、ああなるほど、でも絶対楽しいなと思って行ってみたら本当に楽しくって、ゴールはできなかったんですけど、ゴールできなかったからこそ次は絶対ゴールしたいっていう気持ちが生まれてしまい、絶対にまた行くと思います。いいとこまでは行けたんですよ。本当に最後の最後、あとこれを解けば扉が開くっていうとこまで行ったんですけど、そこが分かんなくてふーってなっちゃいました。先輩とのお出かけはそうですね、初めてでした。春代さんが嬉しかったです本当に。